お。難しいじゃないですか、これちょっと。これ。お、ええんちゃう？これ。こんぐらいかな。ええっつ。ええんちゃう？え？傾いとるな。いいじゃん。無音？音量がな。音量は下げるか。こんなもんか。いいんじゃないですか。役もうるさい。もうほら、しゃあない。はい、銀次さん。もうちょい上か。こんなもんか。あ、カスタム入れるか。せやな。エバブル入れるか。あ、入れんでええか。もう。あ、保留変化入れよう。ちょ、待て。切れ。ほら、ちょっととりあえず。保留を。あ、無理無理。絶対入らんやつ。クソリーチ。これも降りない。落物の音量は下げれない。絶対当たらん。クソが。クソが2機。緑カットエン、クソ。こんなん当たったことないし。保留切りたい。てかここでできるんか、チャンスボタンで。無理なんか。ちょっと待てよ。あ、ええわ、保留切れとるけん。大の音量上げたらいいの。こんぐらいにする。最大にする。それでもあんまり大きくはないんだが。てんてんてん。聞こえる？ちょ、待てよ。ゲーム性カスタマイズ、先読みチャンス、エバブルは入れない、マチオの一発告知を手動。これでいいんじゃないですか。これでいきましょう。ちょうどいい。保留が変化したら40%。もうちょい引け。お前、あれが見えとるよ、お前らの。ここまで引くんか。こんな引かないかん。これで行く。これでいい。3万発出したん。2万8000発ですね。まあ一応これも先読みがあるけんな。確かに。ダンベル、ダンベルとかもあるしな。めっちゃ出たけん、あん時。これに影響されて筋トレ始めたの。え？やめて。まあでもサクサクいくけん、とりあえず。こんなに回らんけどな、マジで。店やったらこれ、こんなん紙ダイヤで
頑張りましょう。これあれが分からんのよな、あのレバブルがブーってこれが鳴るだけやけん。この辺は映らんかな、微妙っすね。ここ乗らんかな。あ、乗るわ。いかん、乗らんわ、ダメやわ。なんか、あ、いいのがありますわ。ちょ待てよ、これレバブルニキに A 台があるわ。これでいいんじゃない、これで光るの分かるじゃん。ブーってなったらあの白く光るんで、このプッシュボタンが知られば。これが光ったらビーってレバブルってことなんで。ということはレバブルカスタム入れとってもええな、これワンちゃん入れるか。待てよ、レバブルアップも入れますわ。当たるときはレバブルするぞ。てててててて、こんなんならんけんマジで。プロフェッショナルなんや。引け引けーって、レンチャンワッスル大名士になりたい俺は。でもクソハマるんやろな。そうとハマるけんこの台。レバブル絡まない先読みが寒すぎるぞ。いや、あの先読みが来た時にレバブルが来るかどうかの勝負なるんか。確かに。こんなになったら閉店までよ。じゃああれしようか。うぅっ、どう、びっくりしたが。レバブルか思うわ。もしか、レバブルじゃあ、切る？切った方がええ。で、リボディゲット大作戦！くっとたまんなっている。絶対当たらんやろこんな。飴玉、フライドチキン、ステーキ、1096カロリー。あら、チートデイやが。ターン、ご飯。まあ当たらんけどな、残念ながら当たらんチートデイになります。今日の俺かな。派手な割に、まあマスラオ神社やな俺の予定では。うどんポテサラ解決。あー、くそ。絶対当たらんやつ。無理、くそ。はい、くそ。マッチョ。はい、クソ。殴られて終わるやつ。
プース女おさんしもボゴそんなものか外れですこんなんをお前ら13回転とか 1K でやりようやぞ俺たちは残念すぎる人種じゃろわいら山弟子じゃないしこれ319やしこの回転が13回いったら1000円なくなったと思え不合な遊びよねてて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 てこれクソ回らんけんしかも返し1個やしどうやって勝てっちゅうねんやっぱな100凸ってきついんすよだいどうかこれ返し行ったまな行ったまよ上腕二頭筋トライそして何もない腹筋 6LDK かい板チョコバレンタインもあるけん銀パラと変わらんトレはそろそろ復活しようかなって思ってますこれはでも先読みじゃないのあやかのバイトってこんなハードな仕事なのこういう煽りいらんよなマジでトライ今日はでも席を移動しないよ俺は腰良くなった多少は保留変化が来たらとりあえず当たるんよもういや絶対ではないな今何回転まあ時間で考えたら1回転何秒で終わりよこれ1回転2秒としても1分で30回転で考えてくれカウンターあるんやけどつけるのめんどくさい今茶にあの海につけとるけんあのどこの刺したらいいかとかもう紙になくしたしもだしぐらい当たらんかったまあ回転数なんか分からんでもいいよそのうち当たるからトゥルトゥトゥお願いだってチャンスをください一回ぐらいこんなんやけんな俺ホールでパチンコ打ちたくないんやなマジで当たる気がせんマジ31999でも当たる気せんわスロットはななんか当たる気するんよなあかーん先生のあかーんこの台ハマった理由は何なんアニメ見てましたから俺ガロ売ってた男があってあんなん一発でしか売ってないし金本式とかおもろい面白いですよベンチプレスチャレンジはあはあ二の腕三角筋モテるはあはあ俺もベンチプレスするかこれ
絶対ダメやし、こんなよししっかり反省したんか。してます。一気にやろうとしない方がいい。そうしよう。響き？あれ？筋肉の観察を続けるアケミである。疑似にってもうマジでいらねえ、この疑似に。当たるまでダンベル無理よ。無駄演出なんかこんなんない方よ。逆にほう1とかほ2でやっていい。もっとクソ演出ばっかやぞ。これで耐えれるんやったら絶対打てれんけん、パチンコなんか。しかもホールではほ1ほ2が普通やけん、相当演出をきまくって発狂もんな。少しでも長く演出を見せようとする習性にあります。逆に3、4やったらすぐにやるけん、こんだけなんもないんやぞ。分かっとるんか、その恩恵を。何これ、ひじれんやない。あ、来たる来たる、プロテイン来た。おい、ここデバブル。うわ、つかない。いや、つかんけど、これは熱いぞ。おずとしおや。でもレバブルつかんかったんだが。これ先読んでんですけど、しかもかぶりの先読みもあったんですけど、シャカシャカ。おい、どうなんだ。モテる。マジ頼まい。これは期待できるから。いやー外れそうやな。なんかレバブルついてないんが相当嫌だ。どうだろうか。とりあえずプロテイン摂取が欲しい。金銭に。これ外れだ。いかん、レバブルが全てを殺した。おい、弱い弱い、クソ弱。あっぶえ。いやでも勝手にが金ならわからん。強化は欲しい。ああ無理無理、終わり。カットインも緑でしょ、こんなの。はい、終わり。ボウそんなものか。ああつら、俺のプロテイン缶がレバブル切るか、これマジで。いやでもついたら当たるけんな。立花先生がベスラーブリッジに挑戦よ。トゥートゥートゥー。手加減しないぜ。せっかく呼んだのんな。チャンスじゃあやっぱり 40% か。いらねえ、マジで。うんば。でも震えたら歓喜なんやって。詫びがあるかもしれん。先生！
もう先の方なかったらマジであれやな。レタルト来ないと絶望。もう外すか。じゃあ3点。だからどうした3点。豚とは違えんだわ。いや、もう外すぞ。じゃあ俺は。まあ当たる時にはレバブルも来るでしょう。とりあえずこれでレバブルが混んでも、とりあえず先読みさえすりゃはあはあできるはず。1分30回転、319回転するのに11分かかる。いや、もっとかかるぞ多分。クソ演出もあるけん。トゥ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 、あやかのルーティーンよ。腹筋鍛えるならこれで1回でもできねえよ。手加減しないぜ。まずはチャレンジ。15分で当たるの、それは素人の考えよ。別に線はまるし、この台どの台でもはまるし、2000もはまるし、7倍ぐらいするし。カニ歩き、やばカニ歩きもな考えられるんやけど。いや、ここででもまあ大体な、でもな2倍ぐらい回したら当たるけん。でも当たらんときはマジでガチで当たらんのよな、2時間ぐらいこの回転でも。ということはホールやったら4時間ぐらいハマってるってことだ。大丈夫お前ら、4時間当たりなしで耐えれる。いくら入るん。それはお前13回転で1万円で130回転やろ。で2万円で260、3万で390。えぐいが。ベル何キロ持てる。ないって。これクソ演出な、機代の。こんばんは、あざす。あ、待って、当たったら楽しい台やけん、これ速攻で終わるけど。いかもう移動したくなってきたぞ。一応悲しみの人のためにこのわかめとかも、わかめご飯置いときますね、この辺。お守りご飯。なにこれ、7点煽りか。違うが、なんだこれ。トイガラティット。別に呼んでないし全然ダメだわ。肘連せんのか、肘にとかなんか。でもあれやな、レッツゴー。レッグカールチャレンジ、勉強にもなるけんの、この台打ち寄ったら。大臀筋を鍛えられるから学校とか見込めるのよ。
はあはあ、モテる。おいけあれがこんな今思ったらあのイナーがこんなあんな何ぼでも来るんやけどな。もう無駄に長い。お、さっき読みだこれ。夜のジムステージを。サイ？サイ？サイドチェスト！なんか弱いぞ。いや夜のステージは先読みになるんじゃないんかあれ。確か。あれ当該な。サイドチェストやし、ダメだこれ。当該だからなんだ。へへん。お前のせいだ。夜はでも右行くやろ。ほらほら来た。おい、どうなんやーって。マスラオ？おぉおぉおぉやめろ、マッスルゲーマー。デジャブ。あやか、ダメだ。マジでクソすぎる。いや、ていうか、マスラオ神社もクソやけど。一番期待できるのは響きのお前あるぞ。アームレスリングやぞ。お赤マチオさん強強マッチョ。ああ緑カットイン。ああ終わり。はい無理はい無理。当該じゃいかん。ボンはあ、もう何分回したこれ。今何回転。ああ保留変化して先読みして何でもええけん。もう親の顔より見た綾香や。捨てちゃう宣言悲しいの。気晴らししたいのに俺。っていうかな、これのええことは、ええところはな、絶対確変には入るけん。そこだけは安心してくれ。あの、300発すんとか、まあ一応あるけど、楽しめますから。あの、確変じゃなくて、単発すんっていう、300何もないっていうのはないけん。それだけはご安心召されよ。駆け抜けはある。ちな。単発多いけど、俺の紙芝居でも単発多し。すべての物語をラッシュに突入するシンプルなゲームフローも魅力。ああ、ざす。ラッシュは100回転残り保留最大4個以内に大当たり獲得を目指す ST タイプのゲーム性で、104回転の連チャン率は約 78%。嘘な。まあ、一回当たり出したらポンポン当たるはず、きっと。104回転で2回ぐらい戻したことあるし、俺。嘘な。78%もないよな、セッター。正直俺 70% ぐらいだと思ってる。だって104回転で70分の1とかやな。おい、なんだ。ビビるんよな、これ。
ちなみに大当たりの 10% で発生するスペシャルゴールデンボーナスと合わせたトータル信頼度が約 81% だってプレゼンしてくれるが、そういやあったな、スペシャルゴールデンあのユニコーンみたいなんが。サンセット切れてますぞ。ジェイソンすげえサム。ハゲきた。前のせいだ。はいはい、左左。クソ。サイクソ。こいつばっかり。これサイクソリーチ。あの当たらんボクシングの下のリーチですからね。でも俺これ当てたことあります。てかやっぱプロテイン摂取がいるんですよ、当てるためには。どういう話な。いやこんな話ないけ俺パチ。おっこれは、いや先生のコスプレはワンチャンぞ。うん、まあそら来いよね。先生のコスプレ来たら俺半分ぐらい当たるイメージなんやけど。ふい、先読み来てくれ。もうなんなら突発レバブルでもええわ。来てくれ頼む。これもう悪いか流れ。大移動する。やっちゃう、やっちゃう。もうすぐ移動したくなる症候群が俺の。まだ早い。さすがにか。もう十分。いや、まだもう一回あのあれを待とう。あの保留変化ないし、先読みもう一回来た外れたらやめよう。トレーニング。あんなん持ってスクワットなんかしたら死んじまうぞ。痩せる、モテる。中に何見せられてるんですかね。これをホールでやりよったという事実、俺たちは。どうよ、お前ら。ババアの横とかでこれ写真撮りよったんやで、俺は。すごくね。はぁ、はぁって。それはもう完全にやばいやつやろ。度胸試し。変態戦士。いやババアとか普通に打ちおるけん。かぐや様とかだってババア打ちおんやぞ。オズトシオ。ピッ。もうでもさすがにあれなんじゃない。俺とかもうバレとんじゃない。店員とかには あいつはそういうやつだけんってなっとるはずやけん。ほっとけって。ただ毎回なあ、あのメンバーズカード作ってくださいって言われるのはいかがなもんかと思うよな。いやありますって言うんやけど、さしてないけんなんだろうな。いや作っとんやって俺。持っとんよ。でも入れんのよ俺、めんどくさいけん。あれ忘れるし、刺したら忘れるんよ。胸に貼り付けとけ。頭貼っとこうか。
やっぱ差し取るとかで判断しようやろな、あれ。うろちょろするから。そうなんよ、俺相当移動するけん。一台にとどまることを知らんから。ポイントで日用品プレゼントしろ。確かにあるよな、日用品。焼き芋とかもあるんだが、ポイントとかあるよ。刺したら1ポイントつくらしい。ティッシュとかあるな、確かに。洗剤とか少しはあれになるか。で交換したことない。いや、すりゃええやん。俺もこれから入れていこう。行ったらさっきに入れて抜いてポイントだけゲットしよう。来店ポイントは1ポイント20円ぐらいの価値があるらしい。へえ。スイーツの張り紙あるわって。トイレしか行かんけどって。あいやんで、こっちなんかトイレ行ったらお前大人の秘密基地やぞ。あいつら眺めながらお前用を足さないかんないぞ、こっちは。つれえわ。目覚めそうやが。うほって、あのポスター。全国1位ぞ、行きたいサウナランキング。確かに。でもスイーツとかも貼っとるわ。お取り寄せしましたみたいな、なロールケーキみたいなんとか。嘘な、ほんとな。嘘やと思うんだらトイレ入ってみんや。目合うぞ、閉めた瞬間に。俺らお前現場でお前見とんやけ。嘘なんかつかねえ。取り寄せ多い。カード作ると景品もらわなくなる。ゼック。ゼックした。来たか。イナ来た。ゼックした。ゼックした。響きの危機迫る表情。イナ。イナ。え、熱ない。全然熱ない。クソ。やるぞ。いきなり服を脱ぎ出す。いいなぁ。クソ。3でもクソやわ。てか別に3とかなんもないし。マジオさん、キモすぎ。わからんでもない、その気持ちは。意味がわからんよな、あれ。7点ある、ある。1回だけ来たことある。町尾さん、ジャージ来たら、スッとするけど。バルク。テンガでもええけん来てくれや、あのダンベル。テンガダンベル。あかーん。俺はクソ。もうサイドチェストの時点でダメ。いいって。プッシュ光ってくれよ。取ってきた。取るさ。てててててパンチ力勝負。と80 79、負け。78 70。モテたいなら筋トレしろ。
小津敏夫。これ剣眼頭をね、俺漫画で見たんで知ってますって。首がグリンって回っとった。小津敏夫は死んだ。死んではなかったんか。そういうところもリンクしてますから。桐生なんとかってやつにねじられて。あ、そろそろなんか来てくれよ。お前全然来てないぞ、あれから。もう何分経ったんだこれ。変顔朝のスロットは全く話題にならなかった。あれがあるけん、お前千葉2が生きとんやろ。変顔頭に感謝せえよ、千葉2民は。200回転ぐらい、まだ200回転なんかまだ可愛いもんですわ。全然確率回してから文句言えよと。俺は2倍でも3倍でも文句は言わん。10倍までは文句言わんわ。ペルソナのスローはあれはクソ、何もしなくていいのかって。チーン。3倍文句言うだろ。もう3倍まで回さんし、そもそもやめるし。こんなん5000売ったらやめるし。俺パチンコとかマジで、今の俺パチンコ5000売ったらやめたくなる症候群。ようやらんわ。とても正気の差だとは思えんわ。あれに1万も入れるとか。今のパチンコ打ち出すとかチンパンっしょ。3倍ハマるのは 5%。 当たる時は数千円で当たる日で。そうなの。当たる時なんかほんと5000円ね。おっ、 7! すん、こんばんは。まあそんなに言ったら千葉2の1万5000円チャレンジとか一番意味がわからんねやけどな。それやったらエヴァンゲリオンに1万5000入れた方が当たらねえ。しかも出ねえ。エヴァの方が。俺なんか、あ、来た来たぞ。あ、レバブルしよる。レバブル来た。ほらほらほら、レバブル読みしよる。もろたで、くど、赤い、赤です。来た、勝った、これは当たった、あるぞ。もろたで、これは当たる。トータルファイターとか達也がシャカシャカ、こんな当たるわ。ふんとだね、赤ブルーは 95% ぞ。ええ当たりで、いや、ええよな、こんな本物よ、外れようがないわ。これ外れたら泣くで、これ。レインボーとか出るんじゃね？金！金です！緑？まあええやろ、当たるやろ。余裕余裕。右右。おい！なんなん、こんなん当たるんけ。あー、これバルクや、バルク。バルクあるぞ。え？クソガーで当たるん、レアい。いや、逆に熱い、これ。ここで金カットイン来て当たるやつや。クソガーで。うえぇ。マスラオ神社。マスラオ神社に上がった。これはゴリラ、ゴリラ見えるかもしれんぞ。強川で白、まあ当たるけどな。お、ゴリラになるぞ、明美が。
来い来いゴリラ、き来ない、こんけど、金金来た、勝った、余裕、ただおりゃー、引け引け、あ引けや、これ筋肉にお願いだ、お願いだ、引け、切れてる、はっ、え、ちょ、え、引けない引き方が分かんない、これ、あ、いかん、固定されてなきゃ引けん、持てたい持てたい、来たードーッ、押さえてないけん引けない、来たー、できるんだって、はい、入りました、やるぞー、さあ 78% だ、ふいーって、トライ恋するマッスルでいきます、ミスエンあるよ、やってみてね、閉店まで終わらんぞ、まず回収しよう、とりあえず俺たちが狙うのは 10% だ、反逆しさーって、さあこっからは即当たりゾーンです、30回転のほとんど当たらない、ゴー渡れ渡れ、キュイーンって言え、違和感、違和感を感じろ、来た、当たった、今の違和感ぞ、ダンベル焼くものが動いたぞ、ブチューン、1500な、これ6000円、わら6000円当たりました、はーって、どうす、マックス、これだけでなんと1日の日当がどうよやってみようかなってなった、いいね、ならん、なるやろ、なれって、てて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 、 VVV からの V、 まあ一発でもええよ、正直金かからんし、てててててて、これで大体終わるよな、でもここは変えるんや、歌を、必殺抹消で気晴らし、何番負け、こっから勝ちよ、ゴールデンスペシャルゴールデンボーナス取ったる、金銭位、違和感を感じろ、ないです、違和感やばい、もう70回転の気晴らしっていう、70対70の絶対終わるよこんなの、ん、何、お、何、当たった、はい、
えい、お、は。ちょっと弾いてみるか。ダメっすね。響き？私の響き？はバカが。やばい、もう55回転なんだが。ああ終わりそう。70分の1、こんな終わるってマジで。すぐあの駆け抜けがいかんじゃない、あっこの即当たりゾーンが。お、先読みじゃねこれ。あ、熱い熱い、先読みチャンスじゃろこれ。モロタほらお前行くぞ、ほらー当たりです。オラ明日。豚な。確定豚。どどど。この豚なんか大体捕まえれんねやけどな。10パー来い、プチュン来い。あ、まだ30パーの300発になります。えい、ダメじゃダメじゃ、やっぱお願いマッスルじゃ。1200円、これがあるけいかんのよな。その昔ゴールデンボーナス取ったら2発取れるけんの、都合3発じゃ。ここで当ててスーパーゴールデンを取る、そういう台だろう。ゴール1500じゃない。あ、来た。あ、今の違和感わからんかった。ブチュン。お、またかよ。 30%、 1200円になります。これじゃプレゼンならんだろうが。おい、ダメなとこが出てるぞ。このままでしかな。まあ4点でこれは無効くないか。おまーって、保留連、これが俺の力よ。プシッ、6000円。こういうところだぞ。どうよ。ちょっとやりたくなってきた。プレゼンに引っかからずいねえよ。いや、これ3万発いくらつかもしれんど。タッチ告知もあるん、あるよ、体重計って。マスマスマス、ベックされた。こっちにはあるぞ、まだ万発いったら明日打つ。おい、新ホディアボ打った方がいいんじゃないか、こっち。もう旬の過ぎた新ホディアとかもうやめましょうや。素直になるや。筋トレしよう。ダンベル棒になろう。収縮。おいおい、もう5連したぞ。そろそろ10パーも引っ張ってくるぞこれ。
なんともうあれやね、1万8000ぐらい、全然だな、まだ。当たるときボンボン当たるけん、ここでできるやつはここで当てる。終わりそう、もうここまでいったらマジで終わりそう、もう不安。これ先読み入れん方がええんかな、先読みコント当たらんのじゃねこれ。何もなさすぎるよな、そして演出が。あー、もう一個の方にしとけばよかった。カスタム切るか、せや、そうしよう。いや、もう20なんだが、あと。でででででで、あ、5点はいいぞ、テンパれば、はい、無理。は？できるやつはここでも引っ張ってくる。おい、さっき読んだぞ、今読んどったぞ、エンブレムが。いや、切った俺。いや、こいつとか無理。はあ。さよなら。は、終わり。こんなもんなよな、マジで。マジでこんなもんなよな。しかしここでテンパったら確定なんだが、え？まさか。すん。で、クソモード、この俺のクソモード。で、腹立つクソモード。すぐどっか行くやん、このモードは。見た。このモードの写真、相当イラついとったけんな、俺。で。いや、でも早いかもしれんぞ。一回当たったら。カスタム切れとんか。ああ、今の完璧やったのんな。マジで当たったら切った方がええか、これ。いや、格変中もう一個の方もマジで何もこんなの、あのダンベル何キロ持てるラッシュも、どっちもどっちなんだよな。でも足りんよな、全然。正直な、お前のせいだってラッシュがつまらん。まあそれは正直。いや、でも、あの、もう一個あるけん、キバラッシュだけじゃないですから。
そもそももうちょいな、煽ってくれりゃええのに煽らんけど、この台はちょっとはバトルやって話やろ、当たらんにしても。これがな、もう当たる時しかバトらんのかってぐらいなんもないよな。なんかいきなり保留変化来とるけどな。スペックええ、スペックええんかなこれ。そんなええもんじゃないんやで、ね、これ 10% マジで危険けん。まだかぐや様の方がエヴァ系やけんどうにかなりそうな気がするんだが、ただ絶対入るっていう喜びはある。あのもう嫌な思いはせん。エヴァとかな、単発来たらマジで切れそうになるけんな。あ、切れそうってなるわ。ほんとあの誰やった、ハチのおっさんとかな、あの2のカジとか、あいつらが立ったらマジで切れそうになる。6とか2とか、時短100あるだろう。時短なんかで戻したことあります。そしてこのクソリーチである。ん、チャンスアップ、なぜ。終始から考えよう。ん、おい、読んだぞ。さっき読みやんぞ、これ。読んどる、読んどる。どっかで。ここか。これか。これや。ブルは入れてないけん、別に。なくても。こっからよ。あ、いいんじゃないですか、いきなりサイドトライセップスは。ブルついてなくて、全然。どうなん？ボストンマスキュラーって、うーん、わからんな。1234チートで悪くない、悪くないですぞ。先読みからのチートデイは悪くないですぞ。マジで最強リーチ飛べ。食べろ食べろ、いいぞって。チートデイは何食ってもいいんだ。誰、筋肉モロタ、プロテインも来い。あ、来た、勝った、もろた、プロテイン摂取来た。これは当たる。来た来た来た、筋肉、マシオさん、キモすぎだろ。キン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 、キン、キンですわ。バケモン、どう、なに、なんだと。まあそれでも当たるだろ、これはさすがに。チートデイからのプロテイン摂取は外れんちゃろう。
強くない金金はもろた、大丈夫、当たった。おらドーン、どうよこの速さ、おめでとうございます、ありがとうございます。決着、早かできるじゃないか、たまにはできる、やるときはやる。ちょっと待って、切っとけ、あれ、先読み切れ、もう最初から。もう出せるのすごい、相談にあった家ってお前んとこじゃねえの、お前どこに下があるんだよ、お前上があるんかい、平屋やぞここは。おまたぐなよあんまり。引き継いでる、確かに頼むぞマジで。ちょ今回はあれで行くぞ、あのダンベル何キロ持てるラッシュで行くぞ。ネズミさんからの苦情よ、いかん、切れん、ちょ待て、これやばい、ちょ止めろ、休憩様、いかん、休憩できない、これこっちか、違う、これ音楽だ、使えない、休憩様が。100キロ持てるらーし、止めたら止まる、止まらんかったぞ今、たまり切っとる分がずっと出おるってことか。へそが3個もある、ええよ別にへそで当たっても、あてかもうここでできるわ、あれがカスタム、マッスルチャレンジ来た、頑張ってこう、うんと50キロいいんじゃないの、ええんちゃん50キロは、モテる9秒、響き頑張れ、何まだ、ちょいちょい、ひびき持て、持ち上げた、勝った、えらい、こっちの方がいいかも俺、えらい、ブチューン、6000円、ダンベル持ったらお前ら6000円よ、これだ。100キロ、おら牙なんかいらんかったんや、あっ、てあれは響きの兄貴、そのせいで豚になったっていう、それでお前のせいだになったわけだ、お前のせいだ、トライ
そろそろ 10% 引きたいぞ。なんぼ出とるかわからんな。しかしこれ確かに。てかもうここで一気に貯めたい。久々に打ってみ、いや、チューン来たー、 10% バチオさん、あっ、お前らあと2発確定な、最高だー、チューン、ボボボボーナス来たーって。ただここで1500を2個取りたいところだ。とりあえず6000は確定だ。ここで最高4500があるぞ。300やったら勘弁な。でで、もう6000はもらえとるけんの、この一発目の振り分けよ。 70% を2連で引け。いかん、ちょい、俺はノイオンも取ってくる。はあ、当たってま線、ここははめたいところだ。当たってないね。はめろはめろ、マジでゴリゴリはまれ。ここで200ぐらいはまってしまえ。そうすれば次が早い。トゥトゥトゥ、パスタも入ってんの、嘘つけ。うわ入っとるし、マジで。ええー、ハマってんよ。こんなとこなんぼでもハマれ。200回転とか行ったことあるし俺これで。シャカシャカってなったら当たる。本当やったら抜け取ったで、これおそらく。絶対抜け取るやろこんなん。ええぞええぞ、あとは1500が出るかどうかなんや。トゥ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 、8倍上がったことある。8倍、640。むごすぎひん。7やろこれ。こんな町尾さんなんか7やろ。ポーン、はい来ました。まず1個目は大丈夫だ。あー、はい3000。次は 10% 引いたらもう1回 X もあるけんの。
ここはないけど、最後のは 10% あるから。すごい打ちたくなってきた。6000ラッシュやで。これで万発いったら4万円、4万クラッシュ。プレゼン大成功。いいぞこれ。しかもご安心なさるよ、まだあと1回は保証がありますから。価値格よこれね。300が出たらズーンってなるけん、マジで店で。はあって。最後もなので頼むで。もうこの台なんだろう、あるだろう、まだあるとこにあるけん、1パスとかに。4ではバラエティで生き残っとるかどうかのレベルですけど。シンホジャボー見てるか。ダンベルボーになってもええんやぞ明日は。玉弟子でもいいぞ。さあ行くぞ、まだまだ俺たちはこの神殿にいる。1回、ここで 10% 引いたらマジで強いぞ。あーやばい、これやばい、やばい、来た。よーし4500。これは強い。お前らインパスだ、とりあえず。しかしこっからまたあの絶望を戦っていかねばならん、わしらは。しかしもう4万円は確定ですな。こうなると楽しそう。明日は各地でダンベル祭り。絶対歌えんやろお前ら。まず設置店舗を探すのが大変だ。行ってもええで、本当？おい、万発煽り来るかこれ。おい、万発？万発？ターン！もうかぶってんぞ、100キロ持てるラッシュ。しかしさっきはめたけんの。でも2回目は早かったな。お、松尾さん！ここになったら一気に当たる気がせんなるわ、なぜ。はあ、もう終わりそう。もう終わるだろうこれ。いやでも100キロ持てるラッシュなら、さっきの見たやろ、あの何もなかったあれが今回起こるようなもんやで。たまには来いって、あんな転廃してよ。こっちもこっちで転廃取らねえから。ん、転廃れ、テンパったら当てるけん俺。の豚来た。
お前のせいだって。40キロ。おいおい、何 88、 うん、わえらい直当たー。おっ、サランド。まあいい、まあいい、まあいいぞ。3ラウンドでもいいぞ。続いたことが大事だ。よくやった豚って。やられるぞ、リンちゃん。相当人気やけんの。頼む、即当たりで当たってくれ。もう安心感をくれ俺に。違和感来て、マジで。おーし、もう終わりよ。はいはい、終わり終わり。終わる終わる詐欺。1杯取ったらなかなか当たるな、これは。うん、おーに、なに、おいおい、え、これゴールデンボールなんすやない、スペシャルセーブフラーやないん、これセーブフラーじゃないわ、インパクトフラッシュやない。これお前3でお前プチューンになったら確定やけんの、あの町尾さんのが出たら。てかもうレインボーなんだが。いやこれ10やろ。何これ、おいおいおい、これ確定。白煙中のプロテイン摂取はスペシャルゴールデン確定。ブーン、わーっ。来たーバケモン、これ2万発いくぞ。こうやって勝つんですね。ストーク、お前ら打ちたくなってきた。こんな店で来たらたまらんやろな、楽しいだろうな。ちょっと打ちたい。ただ 10% 引いとるけんやぞこれ。こうならんけんな、マジで。ただもう安心ぞ、もう300でもええわ、ここまで来たら。調子が良ければ1号アタックもあるぞこれ、両方10なら。え、ええやん、100キロホテルラッシュありやん。インパクトフラッシュが気持ちよすぎる。豪華やったな。こっからやらせてよなあ。もう6万円はほぼ支柱よ俺の。早いなあやっぱり。スロットで3000枚出せって無理だろうこの時間で。あっそう、2回、早い、やばい、バカが。ああ最悪。早い上に300って。ざまくそが。まあええわ。
次はさすがにだろ、さすがに両方青ランが引いたことないぞ俺。応援してってザマーとか言うな。あ、いやでも10ラウンドやんこれ、1500じゃん。なんで青やったのに。なんだよ、いいじゃん、それはそうだよな、70%だよな普通。なんだ青でもええが、やばいやばい、いいぞこれ。マッスル大名人いけるかも。実戦ならカメラ撮ってる、撮りまくりよこんなん。300枚くらいいくかも。まあ次はハマってほしいな、確かに。そう、次 10% もあるけんな。引くときは引くで、もうこんな引いたことないのに店で。俺2万何発の時1回も引いてないけんな、スペシャルゴールデン。すごくない俺、逆に。たまれよここマジで100回転ぐらい。あ、早い、やばい、クソ早ポー。いやでも分からんぞ、あーやばい、早すぎるこれ、死ぬ。30%とか取るなやな、ほんと。置き時のバーカー。あー、切れそう。ほんとやったら1万5000アタックやったのに。でももうな、バグってきたら止まらんなるけん、マジで。三強の台は。引いたらコンはな、最悪やでこれ。あー終わりそう。一気に終わりそうになってきたんだが、今までのは何だったんだ。絶対テンパらんやつ。でもなんか適度に煽ってくれるな、これだけでもありがたいわ。終わりそう。いやもうこれは、歌変えれんし、待て。駆け抜け、もうなんかせめて1回ぐらいなんかないんですか。あーです。マジなんもなさすぎやろ、ほんと。おい。プレミア発生率が足りなんだか。ゴリマッチョ、もう、
まさか。まあまあか。結局これか。もう一回ぐらい繋がらんかな。ここで戻したらまだ繋がるんよな。ということはさっき速攻で当たっとるな。まあもうハマる。おい、天が来た。あ、レバブルついてないかこれ。おい、ついとるついとる、レバブル。は、もろたで。プロテイン摂取。は、当たった。はい、これがいい台なんですよ、こういうのが。でもなんか町尾さんタイマーまである。ほいー、きっしょパーキン。ありえんことが起きた。こんなん確定だろ。ちゃてってってって、ダンベル上げおる。豚が。ふん。鉄板だろこんなの。もうガシ。壁ドン。金の卵よ。金の卵いただきました。価値格だろ。あーすごい豪華だな。もう当たるときはもうこうなるんだな、うん、こうなってきたら豚のアームレスリングが見たいぞ俺は。筋肉、はー来たー。の、おいゴリラになれ、強ゴリラ響きになれ、来たバケモン来た。チョモランマ。あ、バケモン。脂肪燃やせ。あーどう、はあ。響き、えらい。これこれ。取れ高あるな。そろそろ単発来そうやけど、俺も8キロモテるラッシュしかやらんで。綺麗綺麗。
女勝てる台ならやりたい。やるべきですよ。引き継ぎ、そう引き継ぎですわ。2万発もあるで。トゥン、タンパク質だ。カスタム綺麗、先読みカスタムも綺麗。まさか天下保留があんな仕事をするとは思わんかった。俺もここはできん。あ、来た。違和感ですわ。おい、3ラウンドかよ。はぁっす。1200円。待て、モテラッシュ。46発とか無謀すぎひん。今の違和感は泡がちょっとパーンと出た。どーん。違和感ですな。ブチュン、6000円。そう。やるしかないだろう。やらなくてどうする。明日お前ら6万確定、6万確定、3000枚出ましたもん。行きます。えらい、もうこうはならんけどな、絶対。こんなん俺でも喜ぶわ。あーすごい。いい音鳴るな。28パオ。いや俺昨日が休みだったんだわ。ほら音頑張ったで。俺何時まで打ったの。9時ぐらいまで打ったで、朝一から。マジで結局帰る前まで飯も食わずにずっとちょったし、お茶一杯で。楽しかった。いや久しぶりに置き時をあんなに打てたなって思いましてね。天国なんかあげたら普通やめるんやけどな。頼むぞー。やばい、これ無理だ。これ終わりだ、おしまいだ。もうダメなんだ俺は。ここまで来たら、切らなきゃ。頼む、テンパってくれ。テンパったらどうにかするけん俺が。テンパらんよなこれ。テンパったら確定なんじゃねこれ。まあまだでも半分あるから。先生頼まい。あ、これ確定やん。あのテンパが確定やろ、赤は。
さすがにこれで天ぷらってことはないじゃろ。赤、あー2位か、微妙。しかもこいつとか、あやかはダメだろう、一番クソだろう。60はどうだ、頼りがいがあるな。あー確定、直当た、えらい。おい3ラウンドはあっ30% なんか引くなよマジで。こんな頑張って、あっ、いやーこれもうやばいぞ、そろそろ 10% 引きたいぞ。まあバーやな、確かに。プチュン来て、プチュン。でも正直4連、あーチュイン、ラスト。また3ラウンドなんですけど、やめって3ラウンド。はあ、こんだけ頑張って3ラウンドとかかけがえがなさすぎるぞ。1200円になります。もう5連とかしたら平均点超えてるんだが、いいとこで引いたな、しかし。うわ来た、うわー違和感ですわ、やめって3ラウンドは。嘘じゃろ、おかしいだろこんなのは。響き、これ切れとるね、ホールやったら。俺ドキドキでバー3連なんか来たらマジで切れるで俺。終わりそう。マジで終わりそう。 10% 引けよ、こんな3連続で引くんなら。お前相当当たり出したぞ、なんだこれ。そうよな、そりゃそりゃそうだろうよ。ロッケ、うわーって、そうあるべきやろ。うんうんってうなずきよる俺今ホールで。そうよな、まあこれ2万8万アタックもあるか。やるしかないやろこれ。4000枚ですよ。スロットやったら。1パチやろ。いや、これ4パチなんですよ。残念ながら。俺、これ2万8000パチいったって相当すごいな。これを見てわかる。3回でようやくここまでたどり着いたもん。1回でやってるやで、これ。あ、違うわよ、俺。104で引き戻したんよ、あれ。それでもよな。むしろ繋がっとるってことやけん。一撃か。104は。ああ、すごい。ここで 10% 欲しいな。
10% 来たらもう2万は確定しやろう。いい数字だ、レインボーが光るぜ。もうなんかどこでも光るような気がしてきたと思う俺。即当たりゾーンでガンガン来そうな、完全に壊れた。あー終わりそう。テンパってマジでもう何でもいいけん、テンパしたら取るけん。先生赤文字頼まい。おい今のは確定だろ、赤だろ。パワー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 、何いいんだパワー。おい3ラウンドやめろ、マジでやめろ。お前おかしいだろこれ、ほんと 30% か。あでも 10% あるけど、60対30か。そういや今思ったらあの 10% 蹴っとる時点で、ということは2対1か。それでも引きすぎだろ。しかし伸びるな、もう8連続。ウルトラ頑張ってくれ。ああ終わりそう。これ相当振り分け弱いぞ今回。なんか精神的によろしいなこっちは。なんか起きそうな気がする。10分の1ぐらい引いてくれよポンと。30超えたらもうほぼマジ無理。ここしかない。すん終わりだ、おしまいだ。もうできるやつはここで持ってくるけん、20で残り20から。もうマジなんもなさすぎだろう。よし、マックスラウンド返すは嘘だろう。どう考えても、はい弱はい弱。もう一回こん奇跡起きん。
腹立つ。いやニコニコで見れるやろこれは。いやでもまあ伸びとるな全部。単発が一回もないもん。えは、おい先読みなぞこれはな。え当たるんか響きどうなんだまさかなんか弱そう。いや先読みを入れたはずや。しかもこれは先読み結構強いぞ。でほらぶっ壊れたんじゃねこの台。こんなもんで終わらんだろう。ここもいかんぞ。ここもおいおいやるんじゃないんかこれ。ブル入れてないけん別に。これあげたらもうほぼ鉄板だろ。あげんかさすがに。誰あんなん。なにこれ次回予告。そういうのはないんだ。弱いかこれはさすがに。変わらんし。あー弱い弱い。強くない。いかんの。赤い。赤カットインはどうだ。しかし赤ではか。ワンツなんで終わった。いや俺入れとったやろ絶対さっき読み。俺入れとるし。おー所詮 40% ってことか。言ってんなら当てないかん。さっき読みやった。なにでもなんかやる気感じるよなこの台から俺。しかもこのステージなんか結構長くおるな。それはい、配信でこんなことあったないな。だいたいクソハマって席移動してラムクリかますっていう。でもだいぶ疲れてきた俺も吠えすぎて。立花先生女子高生とかになっとって同僚の先生見られるけん。同僚の先生も女子高生の格好をしとったんですけどね。なんかディズニーランドみたいなとこであるんですよそういう話が。
てん。なんで JK の格好してたんだっけ。何やったかな。コスプレ、コスプレというか牛とか。なかなか、しかしちょっと、はあ、あ、これはこれは、ふゆ、もうクソハマる未来しか見えんぞこれ。マチオの筋肉講座。てっ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 て。肉のお兄さんだよ。今日はみんなに。てっ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 て。はい、クソ。肉のお兄さん、クソ。俺もゴールデンタイム設けるか。俺もあのベンチプレスみたいな、あのベンチ買うか。こうなったら部屋に無駄に広いし、なるぞー。はあはあ、俺も楽で多分。腰を悪くするの鍛えてもいい。うーん、いや何畳あんだ。6畳、いや8畳ぐらいあるかな。いや8畳はないかな。でもあの玉座置いとるとこまあまあ広いけん、おい、置けるっちゃ置けるんだが。この台持つだけでハーハーしとるもんな。ラスト、ラスト一発いきますよ。俺また持っていくと思ったらまあまあ辛いわ。んの、俺一回だけこれテンパイ取ったことある。てんてんてん、ふゆん、それは無理ですわな。トゥルトゥトゥルトゥトゥ、7点俺嫌い。でもしたら好きって言うんじゃろ。やけん好きなんよ結局。テンパイ取らんけん嫌いって言うだけで、テンパイ取ったら好きって言うやろう。やけん俺は好きって言いますって。もう引き継ぎは切れた。よし、寝よっか。もう疲れたよ俺は。朝一の朝から起きとんやで。俺6時半やで今日起きたん。いい取れ高。から仕事やし、また辛いし。みんなも明日もうちに行くけん早めせんといかんやろ。バキッと腰がもう、肩と腰がもうやばいわ。はあはあ、
いいね。おや、これは。おう、筋トレはいつ復帰するの。そのうち。聞いてる聞いてる。来月やるから。今日頑張ったものだけど、じゃあちょっとやっちゃいますわ僕も。取れ高落ちた。よし、ちょ待てよ。気合を入れんとな。うん。めっちゃ埃かぶっとるわ。はっ。はい。ラスト1本いきますぞ。